皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2021年公開の、デンジャーゾーン。現代、アウトサイド・ザ・ワイヤー。監督はミカエル・ハフストローム。脚本はロブ・イエス・コムとローワン・アダリー。主な出演は、アンソニー・マッキー、ダムソン・イドリス、エンゾ・シレンジ、など。戦争が続く2036年。命令違反をしたドローンパイロットのハーク注意は、危険な紛争地帯に送られる。そこで彼の上官となったのは、軍の最高機密である AI を搭載したアンドロイド兵士のリオ隊員だった。というストーリー。一言でまとめるなら、近未来を舞台にしたトレーニングで、ドローンパイロットやロボット兵団、アンドロイドの上官といった基本設定は面白いが、それ以外は特に見どころがない本作。どんでん返しが明かされた後は、どこかで見たことがあるようなシーンの連続で興味が薄れてしまった。何よりも、リオ隊員が企む計画を明らかにするくだりがいまいちで分かりにくいのが致命的。ということで、評価は。Thumbs down.